今回紹介するのは、分かり合えないことから、という本です。近頃の若者にコミュニケーション能力がないというのは、本当なのか、子供の気持ちがわからないというのは、何が問題なのか、今、本当に必要なこと。これは、プレゼンや人付き合いがうまくなって仕事や人生で成功しよう。 などというハウツーではありません。むしろそれへの疑問です。劇作家であり反対コミュニケーションデザインセンター教授である著者は近代演劇では対話が最重要視されるといいます。対話とは著者によればあまり親しくない人同士の間であるいは親しい人同士の間でも異なる価値観や情報について交換し合ったり。 すすりり合わせをしたりすることですが、日本社会にはこの対話という考えがほとんど存在しないというのです。著者はこの日本の子どもたち若者たちに察し合ったり分かり合ったりする日本文化も尊重しつつそれに加えて他者に向かって言葉によって説明する能力を獲得させたいと願いつつ同時に対話的な精神とは 異なる価値観の人と出会い、それを通して、自分の意見が変わっていくことを受け入れる態度のことだと述べています。つまり、コミュニケーションとは、自分の考えをうまく伝えるだけでなく、相手の声に耳を傾け、さらには、そこから何かが創造されることなのです。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。